世界一になりたいんですよね、うん、それは抗議な意味で世界一なのか、うん、これみんなその本田圭佑イコール世界一って言ったらワールドカップで優勝するとか、うん、これまで発言してきたことにあのすごく引っ張られると思うんですけど、うん、僕の中ではもう変わってます、はい、サッカー選手としてこう世界一っていう定義がワールドカップ優勝から変わってて、うん、今はねなんかまあ、ごめんなさいこれ後付けなんですけど何でもいいから世界一になりたいっていうのがあって、はい、うん、まあ、これ評価してくれない人も言っても全然構わないんですけど僕の中でやっぱりなんかねずっと物心ついた時からサッカーやってきて、ね、世界一を目指してきてでそれが実力のせいで僕自身のもちろん実力が足りなかったせいで目標実現できなかったんですけどでもなんかやり方あるやろと俺だけの世界一の形ってあるやろって思っててそれがこの9カ国目で9ゴールを取ったらじゃあ俺は今世界何番目なんやねんってちょっと思ったんですね面白い、うん、その形で次もしかしたら10カ国目だから自分がそのこのそう9ゴール目取った後にそしてこのミッションを遂行した後に自分が何位なのかをちょっと一回調べようと思ってます。で、次の挑戦をするかどうかをまた考えたいなと思ってます。Please follow it. Follow it.